はい、こんにちは。今回は世界4階級王者に挑戦した王者、そして初めて4階級王者となったボクサーや、それに続いたレジェンドたちのストーリーを紹介いたします。ヘンリー・アームストロングは1937年に世界フェザー級王座を獲得し、翌年1938年に世界ウェルター級王座と世界ライト級王座を獲得いたしました。そして1940年3月に4階級目の世界ミドル級王座に挑戦いたしました。当時は今と違ってジュニア階級がなく、8階級しかない時代に4階級も制覇しようと目論んだのでした。アームストロングが優勢に見えた試合でしたが、結果は引き分けで、4階級制覇は失敗に終わりました。フェザー級王座とスーパーフェザー級王座に対冠したアルゲリョは、3階級目の王座を狙い、 WBC ライト級王者ジム・ワットに敵地のイギリスで挑戦いたしました。当時イギリスはナショナリズムが強く、外国人選手に対してサッカーのフーリガンのように暴徒化する傾向があったため、アルゲルはイギリス人好みのアウトボクシングに徹し、 KO で倒すより明白な判定勝ちをすることを決心したのでした。アルゲリは3対0の判定でジム・ワットを破り、3冠目を獲得するだけでなく、イギリス人観衆からもテクニックを称賛され、リスペクトを勝ち得たのでした。その後アルゲリは4階級制覇を目論み、スーパーウェルター級王者のアーロン・プライヤーに挑みましたが、タフで破壊力抜群の王者の前、14ラウンドで崩れ去りました。史上初めて4階級制覇を達成したボクサーはトーマス・ハーンズです。ハーンズはウェルター級、スーパーウェルター級、ライトヘビー級を制し、1987年10月 WBC 世界ミドル級王座決定戦でファン・ドミンゴ・ロルダンと戦いました。このベルトはシュガー・レイ・レナードがマービン・ハグラーから奪取し返上したベルトでした。試合は初回、ハーンズは猛牛の異名を持つファン・ドミンゴ・ロルダンの突進を長いリーチを使ってさばき、右の打ち下ろしでダウンを奪います。ロルダンはスリップ気味でしたが、ハグラーからダウンを奪った唯一のボクサーで、パワーとタフネスを持っており、前に前に猛進してくるボクサーです。迎えた第4ラウンド、これまでファンドダウンしたロルダンはすごい勢いで突進し、重い左フックでハーンズをぐらつかせ、逆転 KO を狙ってパンチを振り回します。ピンチに陥ったハーンズですが、カウンターで
強烈な右をヒットさせピンチを出し、今度はハーンズが強いパンチを振るって厳しい戦いに終止符を打ち、史上初の4階級制覇王者となりました。ハーンズの次に4階級制覇王者となったのは、当時絶大な人気が誇ったシュガー・レイ・レナードです。ハグラーに勝利し3階級制覇王者となったレナードは、 WBC 世界ライトヘビー級王者ドン・ラ・ロンデと、新設された WBC 世界スーパーミドル級のベルトをもかけて戦いました。そしてラ・ロンデが6億円と推定されております。ドン・ラ・ロンデであります。ウェルター級からスタートしたレナードとライトヘビー級王者ラロンデは体格差があり、身長ではラロンデが約10センチ高く、序盤はラロンデが体格差を生かし優位に試合を進め、その長身からの強烈な右打ち下ろしで4ラウンドにレナードからダウンを奪いました。レナードはダウンからすぐに回復し、中盤にはジャブが当たる距離をキープし、試合のペースを奪います。9ラウンドになるとラロンデは勝負どころと見て突如連打を振るいますが、天性のスターレナードはこれまでもハーンズやハグラーなど大きな相手に勝利した経験から、ラロンデの連打をさばきながら耐え忍び、防御から攻撃に切り替え、逆に20発ほど嵐の連打を見舞い、左フックでダウンを奪いました。レナードは起き上がったラロンデに右アッパーの空振り後、左フックをヒットさせ、スーパーミドル級王座とライトヘビー級王座を同時に獲得し、5階級制覇王者となったのでした。歴代ライト級最強と言われたロベルト・デュランは階級を上げ、ウェルター級、スーパーウェルター級と王者になり、ミドル級の王座に挑戦します。ミドル級王者はデュランが勝てなかったヒットマン・ハーンズを KO して王者になったアイラン・バークレーです。ライト級王座に長年君臨していたデュランは階級を上げてミドル級王座に挑みますが、ミドル級王者バークレーはデュランより15センチも背が高く、はるかに大きな体格をしております。その上、デュランを KO したヒットマン・ハーンズを KO し、年齢も28歳とデュランより10歳も若く、ノリに乗っております。試合展開は序盤、長身のバークレーがロングレンジからパンチを放ち、デュランが中に入ろうとしても大きな体から放つパワーパンチで中に入れませんでしたが、中盤からデュランがパンチをかいくぐり接近戦で打ち勝つようになってきました。
迎えた11ラウンド、デュランの力強いコンビネーションが炸裂し、大きなバークレーをなぎ倒します。Extraordinary.